そして文化祭がすごく思い出に残って、後輩をナンパしたとか書いてますけど。うん、あ、そうなんです。何ですか、これ。なんか文化祭で、うん、私今回、今までだったらすごいゲームとかを文化祭でやるんですけど、うんうん、食べ物とかやったりとか、うん、でも今回はなんかすごい、支援活動をやったんですよ。なんかその仙台の、なんか復興支援のために、うん、その仙台から有名のなんかリンゴを取り寄せて、それを配って、その、なんだ、配ったそのお金を送るみたいな、そういう寄付したりとかやって、その時に、その後輩でめっちゃ可愛い子がいて、なんかフィギュアスケートやってるって言って。そうなんや。もう超スポーツか。美形で。私、愛香と卒業した高校一緒やもんな。そうですね。実はね、後輩なんです。そうなんです。可愛いから、学校終わりに、ちょっと喋りかけて、写真撮ってもらいました、うん。お、いいやん。そんな積極的なことするねんな。いや、ほんま恥ずかしかったんですけど、うんうん、あまりでも可愛かったから、うん、なんか最近、女の子可愛いなってすごい見るようになって。うんうん、まあね、憧れとかからも入るもんな。それで、うん、女子子やし。そうですね。女子しかおらんし。女子しかいないんで。ね、女子で楽しむしかないですからね。女子子は。はい。